ね、半目だった。だってやばすぎ、ちょっと待って、やだ、もう半目だけは避けたかったのに。ああじゃあ声は聞こえたんかな。じゃあ半目でもいいんですよ、声が伝わってればいいです。え、声は聞こえました？ちゃんと D が何言ったかは伝わってた？ちょっと待って、口も開いてたの？やだー、開いてよ、顔映したくないんですけど説教じゃないよ。え、半目で口も？でもその喋ってるから仕方ないよね。タイミングが悪かったですでも声は、え、声も止まってたの？もうダメじゃん声も止まってたらダメじゃん。伝わったの？じゃあ D が言いたかったこと、 D がみんなに言いたかったことちゃんと伝わってる？ラベさん、ココナッツたくさんありがとう。ショールームあるあるって、いや、そうだと思うけど、え、聞こえてないの？なんだ、超意味ないんですけど、本当に。じゃあもう一回言うね、ちょっと待って、最後歌おう、君好きがあったから君好き歌いたいなと思って。え、でもこんな状態でさ、カラオケ配信してたらさ、止まったら嫌なんですけど、大丈夫かな。あ、今がチャンスだって。あ、今がチャンス。あのね、そう、なんか今回のイベントも大事なのはすごくわかるんだけど、イベントで頑張りすぎてお話し会行けなくなっちゃったって方が理由的には悲しいから、どっちかといえばお話し会を優先してほしいかなって思います。だからお話し会会いに来てねはい、伝わりましたでしょうか皆さん。何？またダメだった、もしかして。承知いたします。よかった、ちゃんと聞こえてたみたい伝わったよ、だって。オッケー。そうだから本当にほどほどにしてほしいな、ほどほどにしてほしいとか、そう、話し会に行けなくなっちゃう方が悲しいから、理由は。じゃあ君好きを探します。あったーじゃあもうジェニア投げません。よいしょ。どうしよう、これでまた歌いながら半目で止まったら。カラオケ配信うまくできるか分かんなくて怖い。でもどこにあのマイクいたあ、ごめん、でっかい声出しちゃった。これさ、自分の音を大きくした方がいいかな。ごめん、途中で咳したらごめん。幸せだったらこの時間が続くように。
で切れたん？ねえ途中で切れちゃった。なんか切れちゃったんですけど。なんで切れたん？いいところで切れちゃいました。え、なんで切れたの？充電？電波？あ、電波が悪いから切れちゃったん？え、ごめんね、一旦外すね、じゃあ。はあはあ、なるほど。え、これ途中からできんの？楽しかったのに。え、これもう一回できるのかな。あ、おお、なるほど。じゃあやめときますね。悲しい悲しい。また今度、じゃあまた歌いますね、ちゃんと。なんか電波が良さそうな時にやらせてください。まあこれもこういうところもリュウジだよねって感じで許してください。はい、電波がリュウのせいじゃないです、電波のせいにしてください。うん、そうだそうだそうですね。から夜またやってみようかな。うん、あ、でも時間もそっか。あまちゃんさん、ハートたくさんありがとう。浦部さんも音符ありがとう。はい、リーチこんな声なんやかん。そうよね、なかなかね、まだね。ね、カラオケ、私もいつもドキドキする、カラオケ配信するとき。いつもドキドキしながらカラオケ配信してます。でも君好きはめっちゃ楽しかったかも、今やってて楽しいなって思った。まあなんか残念なとこで終わっちゃったけど。まあリーチだから仕方ないよね。お疲れ様でした。じゃあ壇上読みます。それでは13位どんちゃんさん、ありがとうございます。12位瀬戸内クラスさん、ありがとう。11位ももちゃんさん、たくさんたくさんありがとう。10位ゆうじさん、今日もありがとうございます。9位マンゴス、ん？マンゴージュースさん、ありがとう。8位ホフマンさん、ありがとうございます。7位くまねパパさん、ありがとう。6位イシケンマシンさん、今日もありがとう。5位トトミチさん、ありがとうございます。4位マシンガンさん、今日もありがとう。3位流星さん、久しぶりにありがとう。2位浦部さん、ありがとうございます。そして1位はマッツさんでした。ありがとうございました。みんな本当にたくさんありがとう。ね、おやすみなさい。本当に今日は初日だったんですけど、ありがとうございました。ね、お疲れ様。ね、しっかり寝て明日に備えましょう。ね、おやすみ。